たので、これから高知城、フーター連れて高知城の方に行っていきたいと思います。見えるかな、見えてるのかな、あの上です。寒いんで帽子かぶってきました。帽子もかぶってます。頭だけで見る。これは日時計なんだ。初めて見た、こんな形の日時計。ご案内しますって書いてある。今日は階段よく上がってるね。え、この人、あ、階段をこんだけ上がって、ここは何でしょう。16番。あー出た。城がドーン、高知城が見えました。日が当たってるとあれだけど、ちょっと小雪もまったりして寒いな。これはなんだ。ねえ、ここは NTT だ。そうなの？あの丸い方。待ってる、雪が見えづらいけど。犬が行けるかとか見てきてくれ、うん、これはお城の中じゃないんじゃない。お城の大丈夫と思う。大丈夫。
高知にも雪が降るんですね。ねえ、雪が。ヒーヒーじゃない、ちょっとお母さんの子危ないからやめて。雪が舞ってます。あ、にゃーおんちゃん、こんにちは。あら、猫がいた。豚のこと睨んでます。こんにちは、にゃーおんちゃん。でもそこがなんか、そこがそっち行ってみる。だからバタバタしてる。音でこっち来いって呼ばれたような気がする。そう、ふーちゃんこっち来いはこっちみたい。あー、高知城のご案内で420円とか書いてある。なんか入るでしょ。うん、また階段だ、頑張ろう。はい、高知城です。お城来ました。お城、お城にお城があります。階段結構登りました。結構いい運動になりました、うん、でここは何なんだろう、よくわかりません。詳しく知りたい方は自分でググってください。ググってください。はい、ここから中は有料になるんで、ちょっとフータ連れてきてるんでいけないんですけど、うん、ちょっと近くまで行ってみたいと思います。いないって言ったから。